こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は毎年来ているバレンタインキャンペーン、こちらのお話していきたいと思います。これに乗じてですね、まあ非公式イベントとしていつも去年も全く同じことをやりましたけど、僕の方にねチョコレートを送っていただけると、その一緒にコメントも届きますので、またね改めて後日動画を撮って、まあアップしようかなという企画もちょっとお話ししていこうかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回のバレンタインキャンペーン、この特別なメダルバレンタインチョコ、まあこれはそこまで別になんか戦えるとかそういうものではなくて、マジックミラーと同じ効果かな。だからまあ実質ただの記念メダルなんですけど、こういったものが一応もらえたりします。それから入賞すると、5000ジュエルもらえる、まあツイッターでね写真コンテスト、スクショコンテストかなっていうものが開かれております。はい、でまず1個目ね、何個もらえるかな、ユーザーコメントでチョコを送り合おうということになってて、こちら2月の1日から2月の15日まで募集されております。これをねチョコを送りたい相手に向けて、自分のゲーム内のプロフィールに以下のユーザーコメントを記入しましょうと。これ、ま、少しでも間違えてると毎年そうなんだけど、少しでもねその ID が先に書いちゃったりとか、 ID を後ろに書いたりしないとダメなので、スペース空けてもダメだから、これ気をつけてね。まあ何だろう、機械で判別してるのかわからないけど、そういう仕様なので、これ間違えずにねしましょう。まあ受験と一緒ですよ、受験とかそういったものと全く同じになってるんで、これ気をつけてね。まず送りたい相手のメッセージを書きます。その後に送りたい相手の ID、 半角英数字 ID なんちゃらかんちゃらという感じで書いてください。僕であれば ID661265 かなの形式で書いていただくと、まあ相手に届くということになってます。これ間違えずにやりましょう。で期間が、15日の11時から11時半頃に集計で、16日翌日以降にバレンタインチョコを相手に届けるということになっているんで、これ忘れずにやりましょう。で僕今回のこのキャンペーンに乗じてですね、毎年やってる、まあ、企画として、ライム僕を、まあ、相手にチョコレートを送っていただけると、この書いてくれたねメッセージとともに動画にしてアップするよっていう内容でいきますので、うん、これはねぜひ皆さん送る相手がいないっていう方はぜひ僕に送ってくれると嬉しいです。はい、まあコメントについては何でもいいです。その日頃ね、まあそんなにコメントかけるスペースないんだけど、まあ日頃僕に思ってることだったり、まあ何でもいいんですけど、要望でもいいしね何でもいいので、僕に何か言いたいことがあればコメントに書いて、ID 間違えずに送るようにしてみてください。で一応確認しますけど、僕の ID は661265なので、これ皆さん間違えないようにしましょうね。はい、661265です。最初にコメント、その後に ID 661265ということになってるので、この辺間違えずに送ってみてください。バレンタインチョコをもらった数が多かった上位の方には特別な称号 KHUX の人気者をプレゼントなんだろうね、これ別になんかバレンタインあんま関係なくなってきたね。さすがにネタがないのか語彙力がないのかわからないけど、まあなんだろうね、僕もまあ毎年このねバレンタインの称号をもらってるんですけど、上位これ何人だっけ、確かね、そうそう、キャンペーン終了後に対象者をね、出してくれる、お知らせで出してくれるんだけど、何人までだったかな、上位10人とか5人ぐらいだったような気がするんで、まあ、かなりレアな一応称号にはなってるんですよ。まあ、なんで友達同士で送り合うっていうこともいいですしね、まあ、本当送る相手がいない方はね、僕に送っていただきたいなと思います。はい、でこちら注意事項として、全角英数字だったり ID の文字が列になかったり ID と数字の間に空白記号などが含まれていた場合は送られませんので注意してくださいね。
またユーザー ID を複数記入したり、自分のユーザー ID を記入した場合も届きませんので、しっかり別の相手、別の相手に ID と名前の、ID と数字の間に何か入れちゃったりとか、空白とか入れないようにしてください。 ID661265 です。よろしくお願いします。配布例書いてあるね。まあこんな感じですね。とりあえずね、こんな感じで送るといいと思います。で、2つ目の企画、商品は5000ジュエル、ツイッターバレンタインアバターコンテスト。これも毎年やっていますが、あ、期間が明日までなんだ、これ。こっちは明日までなんでね、注意してね。これこっちは1週間しかないんだね。短い。はい、これツイッターやってないとそもそも参加できない企画なんですけど、期間中バレンタインのコスチュームに着替えたアバター画像をツイッターに投稿しましょう。選ばれた10名にはなんと5000ジュエルをプレゼント。さらにコンテスト開催記念として全プレイヤーに魔石をプレゼント。はい。で、参加条件、ゲーム内で自身のアバターのスクリーンショットを撮ろう。一人で映っている画面、または NPC は可能です。イベントシーンやバトルシーンと場面に指定はありません。画像に加え、加工を加えても大丈夫ですが、選考はあくまでアバターのコーディネートに基づいて実施しますということになってます。で、これ、応募方法ね、ツイッターをフォローして以下の内容でツイート、ユーザー ID、一言コメント、画像、ハッシュタグ、これ大事だね。ハッシュタグ間違えると多分このハッシュタグで検索してると思われるので、これを多分ハッシュタグつけないと参加資格ないってことになってしまうので、皆さんこれ忘れずにやりましょうね。キャンペーン終了後結果発表します。報酬は来週の金曜以降に配布予定ということになってますね。はい、記入箇所はこちらということです。うん、まあ分かったかな。とりあえず僕ね、前回の動画のコメントかな、ライムさんのそのバレンタインコスのスクショとか見せてほしいですみたいなコメントあったんだけど、僕ねまだやってなかったわ。来週までだと思ってた。全然余裕ぶっかましてたので、これびっくりしたね。明日までなんで僕全くやってないですまだ。うん、のでまだ未定という感じではあるんだけど、少なくとも今もうこの公式で使ってるようなアバターだとちょっと弱いのかなっていう感じがするよね。もうこれだと多分採用されないから、まあオリジナリティあふれるバレンタインコスをする必要があるのかなというところですね。なんで皆さんこの動画見た方はね、ぜひ参加してみてください。多分ねそんなに参加人数いないと思うんだよ。多分100人はいかないと思うのね。そう考えると結構倍率高いぞ。当たる確率結構高いと思う。10名だからね。例えば100人参加しても10分の1だからね結構高い。なんで、まあ、この動画見た方は急に参加しだしてちょっと分母増えちゃうかもしれないけど、まあチャンスだよ、チャンス。まあ、皆さんね、やってみてください。うん、まあそんな感じです。とりあえずもう一度言いますが、僕にね、チョコレートを、まあ、僕じゃなくてもね、他の人に送る方も、間違いないよね。ID 前に書いちゃってもダメだから、毎年いるんですよ。送ったのに送れませんでした、みたいな方がいるんですけど、間違いないようにしてください。まずコメント、先に書いて、その後に ID661265。ね。ID と数字の間には何も入れないで、スペースもいりません。そのまま、ただ書いてくれれば OK。大文字。は NG、 半角英数字ですね。はい、これを徹底しましょう。まあそんな感じです。まあその後ね、バレンタインのチョコが届き次第動画にしてアップしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。